皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝田でございます。今回は独譜をしちゃう中級編ということで、簡単に言うとあれです。楽譜読めるようになっちゃうぜ、イエーイというコンセプトに基づいて作られております。こちらの動画は2日目、2本目の動画になりますので、いきなりこの動画にたどり着いてしまったよという方は、初日の方の動画に戻っていただけると嬉しいなと思います。それでは、早速2日目行ってみましょう。テキストに組み合わせ4種を極めると書いてあるんですけれども、その通りです。4つの組み合わせパターンを覚えていただきます。2日目はそれが目標。でも、すんごい簡単なんですよ、これまた。めっちゃ簡単です。勘のいい人だったらテキストを見ただけで、あ、そういうことねって全部理解しちゃうくらいに簡単です。でも、ね、テキストを渡して、さあ、頑張ってください、理解してくださいっていうのもちょっと酷なので、もちろん説明の方はさせていただきます。その4つの組み合わせがまさにこれです。1個目の組み合わせ、2個目の組み合わせ、3個目の組み合わせ。4個目の組み合わせ、何と言ったらいいか、パターン1、パターン2、パターン3とかでもいいんですけれども、この組み合わせです。これを声に出して読んでいきます。口を使って、まだ楽器は使わずに声に出して読んでいきます。1つ目の組み合わせはどういうふうに読むかというと、タンタンです。できればテキストに書いてください。で、2日目の、あ、2日目じゃないや、2つ目のパターンはタカタン。3つ目の組み合わせはタンタカ。4つ目の組み合わせはタカタカでございます。1つ目はタンタン。2個目の組み合わせはタカタン。3個目の組み合わせはタンタカ。パターン4はタカタカということです。縦線に対して横線が1本生えている8分音符に関してはタンと読むということです。縦線に対して横線が1本しか生えていない8分音符はタンと読む。ということです。で、2つ目のこの組み合わせに出てくるように、縦線に対して2本横線が入っているような、縦線に対して2本旗が入っているような16分音符は、だいたい偶数で来るんですね。2個、4個、6個、8個。8個という組み合わせはあまりないんですけど、そんな感じで偶数でだいたいきます。なので、2個だったらタカ、4つだったらタカタカ、タカタカ、6個だったらタカタカタカ、16個だったらタカ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 。という感じです。偶数で来た分だけ「タカ」と読むというふうに覚えておいてください。で、その次、これですね。こっちとその順番が変わっただけですよね。タカタンがタンタカになったと。このタカとタンがチェンジしたわけです。もうそれだけです。で、最後、4つ目の組み合わせは、タカタカです。全部16分音符ということです。これをもうパッと見たときにすぐに、ね、そのタカタカとかタンタンとかタカタカとか。って言えるようにしていただければ、もう2日目は OK ということです。すごい簡単じゃないですか。そんな難しくないですよね。もうね、ちょっと考えちゃっても構わないんで、この音符なんて読みますか？タンタカです。この音符なんて読みますか？タカタンですね。とかっていうふうに言えれば全然 OK です。ちょっとテキストの方に戻っていって、もう片っ端から読んでいきましょう。タカタン、タカタン、タカタン、ターンと。で、あ、そうだ、ごめんなさい。ですね、旗がついていない音符がありますので、これはターンと呼びましょう。大きめのターンです。これは組み合わせというか単独の音符なので、ちょっとこのパターンの中に入れなかったんですけども、これはターンと、ちょっとこう伸ばす感じで、ハッピーターンってね、ターンポーズって感じでね、キックパンチブロックってね、やっていく感じです。ターンです、ターン。で、メトロノームとかも全然一切気にしなくていいです。なんとなくね、普通のリズムで、なんとなくのリズムで読んでいただければ OK です。例えば、最初、左上から行くとしたらば、これはタカタン、タカタン、タカタン、ターン、タカタン、タカタン、タカタン、ターン。次に行って、タンタカ、タンタカ、タンタカ、ターン、タンタカ、タンタカ、タンタカ、ターン。こんな感じ。もう一回やってみましょうか。まず行きます。最初から。ワン。2, 3, 4, タカタン、タカタン、タカタン、ターン、タカタン、タカタン、タカタン、ターン、タンタカ、タンタカ、タンタカ、ターン、タンタカ、タンタカ、タンタカ、ターンということです。うまくできなかった方は、ちょっと巻き戻しをして、一緒に、僕と一緒に歌ってみてください。2段目の方も行ってみましょうか。2段目の方も一緒に行ってみます。どうですか、どうですか、読めそうですか、読めそうですか。ちょっとガーッと見てみてもらっていいですか。これ何の音符やったっけ、これ何の音符やったっけと。もうこの4つの組み合わせ、もしくはこの四分音符、これがまあね、もう順番入れ替わってるだけなんですよ。読めそうですか？心の準備はいいですか？一緒にやってみましょうか。2段目。
読んでいきます。ワン、ツー、トゥー、フォー、タンタン、タカタカ、タンタン、タン、タンタン、タカタカ、タンタン、タン、タカタカ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 、タン、という組み合わせです。3段目も見てみましょう。3段目ちょっと予習してください。3段目いけるかな？どう読むかな？わかるかな？心の準備はできましたでしょうか？やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、タカタン、タカタカ、タンタン、タン、タンタカ、タカタカ、タカタン、タン、タカタン、タカタカ、タンタン、タン、タンタン、タカタン、タカタカ、タン、という音符でした。読みましたでしょうか？ちょっと難しかったかもしれないですね。いきなりやらせるから、ちょっと無茶ぶりでした。うまくできなかったという方は、また巻き戻しをして、僕と一緒に歌ってみてください。まだまだいけるぜという方は、最後の4段目、一緒に行ってみましょう。いろんな組み合わせを、少し難しくというか、ね、ちょっといろんなバリエーションで並べてみました。いきます、4段目。ワン、ツー、スリー、フォー、タンタカ、タンタン、タカタン、タンタカ、タカタカ、タンタン、タンタカ、タン、タン、タカタカ、タン、タカタカ、タンタン、タカタカ、タカタン、タン、という音符でした。読めましたでしょうか。まあ、これをですね、そうだな、まあ、10分、15分くらい練習すれば、もうこれ見ながら何回も何回もしゃべったりとかすれば、絶対に読めるようになると思うんですよ。ね、ちょっと今できなかったかもしれないですけども、ちょっと5分ちょうだいって言ってね、5分時間もらえれば全然もっとできるようになる気がしませんか。仕組みはわかりますよね。どういうふうにすればいいかは。もう全くわからないことはないと思うんですよ。わかるわからないじゃなくて、できるできないの話だからね、もうわかったらあとはできるようになるまで。練習すれば良いのみ。そして、できる、できないといっても、そんな難しい話じゃないから絶対できるはずです。そんな感じです。で、まあ、この4つの組み合わせをね、さらさら読めるようになれば、2日目は OK ということでございます。で、もし、さらに余裕があるよという方はですね、このテキストにこの白紙のやつも用意しましたので、この4難度、この音符を丸写ししてみてください。1本目の動画でも言いましたけれども、読めるようになるためには、書けるようになるのが一番手っ取り早いんですよ。で、書けるようになるためには、とりあえず模写、真似をするところですよね。普通にこのあいうえを書き、結構漢字練習とか、ああいうのと一緒で、お手本があって、それをこう真似て書くというのが一番手っ取り早い。そうするとね、自然とさらさら読めるようになってきますので、余裕があるよという方は、丸写しをしてみてください。そんな感じでございます。で、さらに余裕がある方は、ギターでも弾いてみるといいかもしれません。ちょっとここからは余談です。楽譜を読むというのがコンセプトなので、ここからは余談。うまくできているという方は、ここで動画を止めていただいて構いません。どんな感じの余談かといいますとですね、この1つ目の組み合わせのタンタンはダウンピッキングで弾くといい感じです。で、この2つ目の組み合わせのタカタンはダウンアップダウン。16分音符がダウンアップの組み合わせになるということですね。ダウンアップの組み合わせ。偶数で来るから、2個あったらダウンアップ、4個あったらダウンアップ、ダウンアップ、6個あったらダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップということでございます。で、この3つ目の組み合わせはダウンとダウンアップ、4つ目の組み合わせはダウンアップ、ダウンアップということでございます。5つ目の組み合わせはダウンでターンと伸ばす。どんな感じで弾いていくかといいますと、よいしょい！ 1 個目のパターンがタン、タン。で、5つ目がターンと伸ばす。1段目からやってみると、タカタン、タカタン、タカタン、タン、タカタン、タカタン、タカタン、タン、タン、タカタン、タカタン、タカタン、タン、タカタン、タカタン、タカタン。ちょっと飛ばして4段目いきます、4段目。こんな感じの組み合わせになるわけでございます。ギターでも弾けるようになるとですね、そのピッキングの理解につながりますので、もし余力があればやってみていただければなと思います。そんな感じでございましょうか。2日目以上です。できるところまでやってみてくださいませ。それでは、次3日目の方に進むなり、また翌日にするなり、お好きにどうぞ。お好きにどうぞという言い方もちょっとあれか。お好きな皆さんのご自身のペースに合わせて進めてみてください。とりあえず2日目は以上で終わりでございます。それでは、また次回。さよなら。